阿部隆之です。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちから聞かせてください。まずすごい嬉しいです。レース前というのはどういうことを考えてということを騎乗しようと思ったんでしょうか。すごい飛びの大きい馬なのでそれを生かすような、はい、レース簡単にちょっと振り返ってみてください。スタートもすごい上手に出てくれたのでその後の位置取りとかもすごい余裕を持って決めれたかなと思います。この馬の良さそして将来性というところではいかがでしょうか。やっぱり飛びのすごい大きいゆったりとした飛びと追われてからの反応というか根性というか、はい、すごいいいものを持っているなと思います。ではますます期待の方も膨らんでいくんじゃないですか。はい、はい、ではファンの皆さんに最後に一言メッセージをお願いいたします。いいですよゆっくりで大丈夫です。もう一呼吸おきましょうか。大丈夫ですか。はい、では一言お願いします。今日も、応援ありがとうございました。またよろしくお願いします。阿部隆之でした。おめでとうございました。